本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。古流斎です。本日は、獣フレンズ第9話を海外の反応と一緒に振り返っていきたいと思います。の第2回です。よろしくお願いします。まずは前回ですね。前回とそれ以降ですね。皆さん本当にありがとうございます。すごくたくさんのコメントをね、YouTube とニコニコ動画の両方にいただいておりますし、いいねとニコニコ広告とたくさん頂戴いたしまして、皆さんいつもありがとうございます。で、多分純不動とかになると思うんですが、まずね、7話の第3回に、抹茶マヨさんからですね、火から離れるフレンズが話題に上がっていましたが、カバンちゃんが虫眼鏡を見つけた横にインク壺らしいものがあって、紙に光を集める前に下準備で黒く塗ったのではないか、という考察が日本ではありました。この辺はね、確かに見なかったんですよね。返信でも申し上げましたが。まあ当然、3の冒頭の方で漫画とかゲームの方に行っていて、私が深追いしなかった中にあるかもしれませんが、私が見た中ではね、ありませんでしたね。まあ、やっぱ着目点というか、あと視聴者層がね、若干違うのが、9話10話になってもね、未だに、これみんななんか、最初の頃は、ゴミ CG と、例の CGDCT のやつかとか、あと、ファリー賞ね、だと思って見てなかったんだが、最近のディスカッションをチラチラ見ていくと、なんか全然違うね、深いものが出てきたらしいんだが、実際どうなのかという質問があったりとか、未だにありますんで、多分そういう層の流入が日本より遅かったんかな。海外ではね。だから反応の違いがあるのかもしれないです。あとこれは9話の第1回ですね。正弘伊沢さんから、ボスが温泉で回答されてた。多分これは、ロブさんのコメントを私は読み間違えてたかな。回答されてたボスは、そう、ロブさんがあれのこと言ってるんだったら確かに他に気づいた人の少ない着眼点なんですけど、単に凍ってるボスだったらね、話違ってきますんで、それのご指摘かな。正弘伊沢さんのは。まあ、このね、9話第1回は後でもう1個ありますが、その前に抹茶マヨさんの8話第1回、サーバルの耳が反応している。ね。そこに気づくとはやるですね。というね。まあ多分、お二人だったら、Pause Wear、賢いとかね、Indeed っていうね。この Indeed はね、ちょっと、まあ日本語で言うなら、いかにも、みたいな感じです。そんなこと言いそうですね。っていうのとね、この、またね、正弘伊沢さんの、ボスの耳の上で踊らされている。手のひらの上ではなく、ですが、温泉の上に未来さんが調査に来ている。未来さんの痕跡を追わされている。偶然だろうかというコメントで、ちょっとね、触発されて私、いろいろ考えたんですけど、そういえばなんですけどね、そう、返信でね、申し上げたんですけど、やっぱり、我々のボスは、後にわかりますが、未来さんと、そもそも、未来さんが初期型から改良を重ねていきながら、行動を共にし、各所での録画、記録、を取っていた初期からのボスで、最後まで未来さんと一緒に行動し、パークの後を託され、見送ったボスなんですよね。そのボスが、カバンさんがサバンナで生まれて、サバンナの端っこ、ジャングルの入り口で、向こうから接触してきたボスなんですよね。ってことは、何年その間あったかわかりませんが、ボスは、未来さんの帽子が飛んでいった方向に大体の当たりをつけて、あれにサンドスターがぶつかったら、人のフレンズが生まれるぞっていうことを考えて探してたんじゃないですか。人のフレンズを。で、それがサーバルの第1話で言っていた、この間の噴火でカバンさんが生まれ、危なかったですね。荒井さんがね、撮ってたかもしれないですもんね。その直前に。カバンさんが生まれ、で、探していたボスがとうとう、人のフレンズやーっていうね、未来さんの生まれ変わりやーっていう瞬間だったんじゃないですか。ボスの中では。あの静かな出会いは。とかね。6年越しにまだそんなことを考えることあります。そんなことあったんじゃないですか。ボス視点からは。ね。ボス視点の漫画とかね、考察とかありましたけど、そういやそうなんですよ。あのボスって、最後まで未来さんと一緒だったボスなんですよね。それが多分、カバンさんの誕生を待っていたし、探していたんじゃないですか。だいたいあの辺だろうっていうのをね、この、正弘伊沢さんのコメントでね、想像しまして、っていうね、今更6年越しになことありましたよ。さらにですね、マラゲイね。そうなんですよね。これね、抹茶マヨさんが第8話、第2回にくださったコメントですね。そう、ゲイってね、日本語ではほぼ、最近ちょっと変わってきました。男しか指さないんですよね。ゲイっつったらね、向こうでは両方とも指しますんで、マラゲイさんのあのキャラを見たら、すぐに海外の人は、は、マラゲイね、ってね、思うっていう。そんなね、言語は同じだけど、使い方が違うと、こういうね、派生するものも違うと。で、時の歌、Another ですね。8話第1回に、抹茶まやさんからいただいたコメント。9話で未来さんの帽子とサンドスターを関連付ける推理に脱帽と。うん。早かったっすよね。まあね、結構ね、その辺あんまり取り掛かってる人が少ない海外勢の中で、あの視点でサンドスターは動物やその異物とっていう発言から、じゃあ、でもそうなんですよね。あれが未来さんの帽子ってね、うん。よくわかりましたよねっていう話ですし、まあこれはね、そう、ゲームとか漫画から引っ張ってきた情報を手がかりに、たどり着いた可能性はありますけどね。っていうね、コメントを YouTube の方でいただきました。ありがとうございます。ね、私も返信で申し上げましたが、そういうマットを作る人、作曲、動画、漫画、で考察ね、いろんな才能がね、結集してましたよね。世界中から。というのが YouTube の方でいただいたコメントです。で、ニコニコ動画の方にもね、たくさんのコメント、いいね、ニコニコ広告いただいております。その中で、やっと追いついた。ありがとうございます。そして、お疲れ様でした。ご丁寧にわざわざ、第1話からですか、ご覧いただきまして。で、有名なボカロPね、他のケモフレ、オトマットもいい。後に公式に楽曲提供もした、コズメカワウソとフェネック。そうなんだ。とかね。うん。どんだけいたんだ、あの時。ね、マットもいろんなのあった。連日いくつもの動画が投稿されて、熱量がすごかった。うん。で、そうなんですよね。ボスが記録を再生してる時は映像も出してるけど、ロッジまでは登場人物からも視聴者からも映像が見えないように一調整されてた。うん。あさっての方向にボスの映像の投影がされていてなんですよね。だからね、この時点でその、まあやっぱりアニメオンリー勢は、うん、気づかれた人はすごいですよね。未来さんの帽子なんじゃないか。で、そっからカバンさんは生まれたんじゃないか。うん。サンフェリシア動物園、クリスティーノお姉さん。カナダ。うん。カナダの人。そうなんですよね。カナダはね、フランスなまりがすごく強い独特の英語なんですよね。まあフランス語がね、すごい通じますし、そういう独特の母国語、mother tongue、mother language ですね。植民地っていうね。うん。まあそうなんですよね。今は独立してる世界各国の200前後の国の中で、最初から独立国っていう国は数えるほどですよね。なんでね、当然言語は元宗主国の言語ね、フランス語、スペイン語、英語が多いですし、で、さらにその中から代表的な言語の一つには、バハサマレーシアとかね、他の言語の単語をその国古来の言語に置き換えた。だから文法とかはそのまんま。で、元々の言語になかった単語で、宗主国の言語に存在した概念は、自分たちの古来の言語風の言葉を新たに作って、まあ中身はね、宗主国の言語なんだけど、見た目とか音は母国語風、うん、母語風にしてあるとかね、よくあります。まあこの辺もね、翻訳やってたりとか、語学全般に興味があるとね、面白いとこですね。ゲームだよ。エロ言語はたやすく国境を越えるな。パンツがそうかは、うん、わかりませんが、まあ、やっぱり、エロ検索の時に、ジャパニーズポルノはね、好きな方いらっしゃいますんで、あと、ジャパニーズ変態ね。変態完全に意味変わっちゃいましたけど、自分の好きな変態図を見つけたかったら、なんていう日本語のキーワードを入れればいいのか。っていうことでね、その辺が原動力となり、日本語のその、エロ用語を覚えっていうね、こともありますし、あとやっぱりその、オタク同士での不調的に使われるので、流行る、定着するっていうのありますね。変態周りの会話をしてるんだけど、周りにはそう知られたくない時に、日本語のエロ用語を使うとわからんくなるので、あえて隠語的に、不調的に使いたいと、そういう需要もあって広まっていくというね、こともありますし、まあこういうね、言語の壁を越える、言語の壁の向こう側に伝える、もしくは向こう側にあるものを取ってくるというね、ことに関してはいろいろあります。ここでカバンちゃんに役が変わった、確か8話です。8話からカバンちゃんです。確かね。とかね、北米翻訳版ではカバンちゃんの命名が不自然にならないように一工夫していたとかね、あります。こういう議論があったから吹き替え版で工夫したのかもね。うん。まあね、吹き替え版はね、時間ありますからね。もう一回脚本練るのに。なんで、よくね、円盤では修正されますの、もう一回機械がね、あります。吹き替え版を作るにあたって、もう一回ね、直す機械、ブラッシュアップする機会があります。とかね、いただきましたね。皆さんいろいろ冒頭ではね、ウポツと、で最後にオツですと、おねぎらいを賜りまして、ありがとうございます。で、海外の反応、続きですね。前回レディットの途中ですね、ストローム・アースノーさんの、彼女は食べられたトラウマで苦しんでいる様子なので、それが私の推測になるね。うん。この辺からね、ちょっとその、考察深まっていきますし、悲しい考察とかね、怖い想像とかね、だんだん忍び寄っていきますが、ですね、ちょっとね、うん、カピバラさんね、本当にね、1万円だけでしたけど、P トール59さんね、うん、未だにお見かけする。じゃあカピバラが彼女本来の生息域にいないのは、という、あの一瞬を考察されてますね。いないのは、おそらく動物園にいるカピバラを元ネタにしたからが理由なんだね。なるほどね。確かにね。日本では冬に暖を保つために彼らが温泉を大変に好むことで知られている。うん。確かにね。なんでカピバラが温泉にいるのっていうのは、見たことない人は謎ですよね。確かに確かに。あれは、日本でああいうことがあって、で、知ってる人はね、すぐに、あ、温泉とカピバラかっていう、わかりますけど、で、ラッキービーストの録音より未来と話す謎の声の推論というのがあるんですが、これはね、リンク切れか、うん。獣フレンズエピソード9ディスカッション内のどっかへ飛ばすやつだったみたいなんですけどね。わかんなかったんですよね。切れてんのか何なのか。で、それに対する返信で、漫画に出てくる登場人物の一人なんだろうと思ってた。とか、ほんと好きですね、これ。このネタ。イストムさん ?TL Note, Translator's Note, 未来 means plan. それを消して future というね。やっぱ流行ってたんですね。計画 means plan っていう。だったら最初からプランっていう字幕にしとけよっていう話だったんでしょうけどね。未来 means plan ではないですね。future ですね。なんなんだこのミームの流行り方は。で、だから彼女はある種の後継者なのかもしれない。わかんないですけど、これはサーバルのこと言ってんのか、他の漫画版に出てくる一緒に行動しているフレンズさんの誰かのことに言及しているコメントに P-Toll59 さんはリンクされてたんでしょうかというね、推測です。でね、やっぱりね、ストロムロスナルさんの未来はフレンズになる前のカバンちゃんかもしれないと思っていたよ。とかね、だんだんその皆さんの想像が修練していきますね。カバンイコール未来説。で、スマディさんの、あ、これはあれですね。マイアニメリストの方でのスマディさんのコメントどれだと同じすんごい前だな。これか。生まれ変わり、リインカーネーションは、ここでは実在する。うん。ここで拾っておくべきこと、押さえておくべきこと、allowed to take in near っていうやつですね。で、久々。まあ、たまにね、一つ二つありますけどね。うん。ネガコメです。9話で、これはね、返信がたくさんあったんで、久々にちょっとネガコメを一つご紹介します。この作品はクソだめっていうね。なぜ9話にこれなのかわかりませんが、返信がですね、デレテツさん、文字通り、今シーズントップ2だね。とか、Rowan93 さん、This show is 楽しいっていう原文です。で、ストロム・アースナルさんの見てみたい原文です。なんで日本語なんだ？多分これは、見てごらんか、なんかそんな感じのことを日本語でおっしゃりたかったのか。で、さらにね、ストロム・アースナルさんの見てみたいは、日本語を使われてる Rowan さんへの返信で、そのネガコメの方には、なぜ君がそう思うのかを説明しないと。私は個人的にはとても楽しんでいるよ。次回も楽しみにしているんだ。というね。前はほぼね、ネガコメは無視されるか、一つ二つ反応があるぐらいだったんですけど、いろんな人のね、反応が9話時点で起こるようになってるんですね。で、温泉会ですね。これはアニメ初、何のファンサービスもない温泉会になるのかと思ったまさにその時、カバンちゃんが最後の残り1分で、その状況を救ってくれた、ありがとう、カバンちゃん。というね、感謝が捧げられております。で、返信です。みんな首が見えていたろう。なんてスキャンダラスな。とか、鎖骨も見えたよ。あまりにも、はしたない。とかね。鎖骨は2番目に、可愛い骨だ。可愛い骨。はい。肩甲骨は1番ね。そうでしたか。ちなみに鎖骨は、クレイビクローズ。で、肩甲骨は、何これ？スキャプラース。調べよう。スキャプラーか。だそうです。というね、紳士の会話がされております。カレリオンさん。フレンズは自分たちの服が脱げることを知らなかったみたいだね。なんて信じられない発見なんだ。でね、これなんですよね。さすがカレリオンさんだわ。カバンちゃんには身体的周知、あれやだっていう、そうなんですよね。羞恥心なんですよね。身体的周知、concept of body shame っていう、蛇にそそのかされて知恵の実を食べ、知恵がつき、裸は恥ずかしいと人類が思った。だから、やっぱりカバンさんは人類のフレンズ、人のフレンズなんだっていうね、描写。身体的周知という概念も含めて人間が持っているべきよりもはるかに多くの埋め込まれた本能があるんだ。リゾ・レッド・フォックスがクランチロール姫でないことが判明したのは残念だったね。まあね、あれでリゾ・レッド・フォックス役にクランチロール姫だったらね、相当盛り上がったでしょうけど、急遽は難しいでしょうね。で、以前ちょっと話題がありました、インタビューですね。あの辺周りのね、推測とかがあります。世界中から彼らの動物について話してもらうために動物園の飼育係を集めてくるなんてなんとも面白い発想だねっていうね、それに対する返信で、どうやってあれができているのかすら謎だ。スタジオの誰かが動物園に電話をかけて、あなたを録音して X という動物についてさすがという事実を教えてもらっていいですか。それとちなみにこれは深夜1時30分から放送されますが、全世界へもまた配信される予定の終末世界における動物の特徴を備えていつつ、擬人化された可愛い女の子についてのアニメの中で取り上げられます。ご協力ありがとうございます。みたいにやるのかというね、大変具体的な推測がありますが、あれ確か福原さんでしたよね。実際に聞かれたりとか、外国の動物園とか動物保護施設に、繋いだのは。で、本編に登場した欧米の動物園の飼育員たちにとっては、なおさら不思議だったに違いない。動物ドキュメンタリー内の一言が使われただけという可能性もあるが、こういう風に行われたんだと思ってみたいね。それもあり得たんですよね。だってあるでしょうからね。ディスカバリーチャンネルのどっかから、この部分使っていいですかつって。でもそれが高いからかわかんないですけどね。で、返信です。こんな風にやるのかに対して、そして制作会社は彼らの声を作品内で使用する権利をゲストから得ている。それがないとゲストがアニメの販売を差し止めかねない。権利の透明化は大きな問題だし、私はゲストたちが自分の声を作品で使うことを許可する契約書にサインしていることを請け負うよ。とかね。で、さらに返信です。詳しいな。そうだったらいいなと思っていたんだ。変わったことではあるが、それが獣フレンズのひときわ愛らしい面の一つでもあるので、そういう風にやってくれていたら嬉しい。とかね。さらにです。私は契約書へのサインを返してはいないという相応の確信がある。口頭での了承が記録されるだけで安全圏に置かれる。自分の仕事について話したり、自分が担当している動物についての興味深い豆知識を世間に伝えることができれば、大抵の人は大喜びするのではと想像できるよ。それと、これらの断片は全て電話での会話を録音したものだから、プロデューサーはこれらの人々に直接会ったことはない可能性が最も高い。というね、あのインタビューは一体どうやってるんだっていうあたりの話題が結構ありましたね。で、ご新規さんですね。Alright。私はこの作品を始めようと思う。みんな、また数時間後にな。追記。Alright。追いついたぞ。これは意外と面白かったよ。ロッカーペンギンがベストフレンドだ。というね。染まられてますね。9話でご新規さんですからね。返信があります。良いひとときを君は過ごしたまえ。なぜかヨーダ語っていうね。Have a great time, you shall。なんでかわかんないですけどね。やっぱ先達気分ですか。で、指針ですね。じゃあ、アライグマとフェネックへの話として、幽霊じゃんニーグルロール、アシスタントと、ノルダン・ワイト・フェイス・ド・オール、すんごい詳しい、プロフェッサーが、For Gods だったんですよね。字幕の話、これは For Gods のありかを突き止めるチャンスかも、の話をし始めて、我々、アニメのみの視聴者が、かつて聞いたことのない新しい言い伝えを示唆している一方で、誰もその話をしていないって。確かにね、この視点までディスカッションの中には、ただよくわかんないですからね、指針つったってさ、っていうね。まず我々はサンドスター、ついでセルリアンについて学び、そして今度はフォーゴーズがパークとフレンズを取り巻く不思議な状況が混ざり合う中に投げ込まれた。たくさんのことが起こっているみたいだし、残りはたったの4話なので、これら全ての説明を近いうちにしていってほしいね。というね。で、返信で、ゼキュラ・ドレイクさんの3っていうだけの。まあこれは残りは3話ですよっていう。で、さらに、Four gods are Azura Dragon, Vermilion Bird, White Tiger, and Black Tororo っていう返信があります。これは知ってる人かな？指針といえば、他の漫画とかゲームから。で、それに対する返信で、それは文字通り、それぞれ、清流、朱雀、白虎、そして、玄武だな。というね、ゼキュラ・ドレイクさんは日本語で書かれてます。で、追記。このコメントを投稿するに先立って画像を見てはいなかった。今見たらゲームで彼らは本当に青龍、朱雀、白虎、玄武と呼ばれていた。日本は本当にこの伝説を愛しているんだな。うん。しょっちゅう出っ食わしますよね。指針にはね。というね、あの指針かっていうやりとりがありました。神話指針周り。じゃあ普通の動物のフレンズに加えて、さらに神話のフレンズもいるんだね。セルリアンが現れるか何かした時にはいなくなっていた。人工的に作られたパークの守護者に当たるものか。はぁ、とかね。まあ近いっすね。か、サンドスターが実体化をもたらすものは、それほど限定されないのだろうか。例えば、動物やその異物の代わりに神話の本を使ったのか。うん。まあこの辺は私の勝手な想像に過ぎないが、おそらくアニメが説明するだろうから、しらけさせる必要もないかな。うん。で、それへの返信で、そこにさらに加えれば、どうやらクリプティーズもいるらしく、例えば土の子とかね。どうだろう。彼女以外で他の誰かはいるんだろうかあたりの話ね。そのフレンズの元になる存在についてね。もう一回議論がありました。で、ゼキラ・ドレイクさんの大量の画像投下ありましたが、あからさまなネタバレ注意というね、冒頭に警告があります。で、体を温めるためなのは分かっているが、それでも危険な近距離だというね。まあこれ可愛らしいですけどね。で、それに続いて、大量に画像を貼られてますが、World Building Intensifies という、一文字一文字に画像を貼っていく予定だったんでしょうが、しまった。画像を使い果たした。というね。なんだこれ。World Building Intensifies。世界構造が、なんだ、真剣味を帯びてきたかな。まあ、他にもね、画像貼られてるんですが、彼らは動物だ。気にすると思うか。という、他の人の前で脱ぐのは。という、カバンさんの場面とか、イゾレッドフォックスはスピリッツアニマル候補だな。というね、多分この辺がゼキラ・ドレイクさんの共感できるところだったんでしょう。God、私はここ10年ぐらい、こんなに次のエピソードに飢えていたことはなかったと思う。そしてまた、私はそんなにたくさんの作品を見ないんだ。が、それはともかく、頭の中で勝手に楽しいという声が聞こえるほど、ものすごくワクワクしているせいで、実は私自身、この記事を書き上げるために仕事に遅刻してきたんだ。危ないですよ。ゼキラ・ドレイクさん。ちなみにこの楽しいは原文です。やばいですね。だんだんね、こういう言語が英語に変換されないまま英語圏を侵食していってますね。で、返信です。はっは。サーバルの熱意は間違いなく伝染するよ。それと、この作品に使われている CG はダメだ。という人もいるかもしれないが、個人的にはキャラクターデザインが大好きなんだよ。レッドフォックスは間違いなく、プレイリードッグとベストガールの座を争っている。彼女とシルバーフォックスの友情は、ゲブリエルとヴィーネを思い起こさせる。うん、わからんでもないですかね。まあなんとなく、同時期、同シーズンでしたっけね、ゲブリエル・ドロップアウトは、2期は、まだでしょうか。っていうね、全然待ってますけどね。ガブリエル2期、私は。で、返信があります。うん。Oh God! 配色までほとんど一致してるね。というね。で、ガポロリーゴさんね。うん。前回8話でしたっけ？ガポロリーゴさん。初登場、初コメ。うん。そうですね。その時はね、アクオスのお話をね、されてましたが、9話でやっとね、あらゆるファンアートを見てからちょうど追いついたところだ。この作品がこんなに楽しいなんておかしいだろ。というね。よかったよかった。ガポリーゴさんは本当にね、古株でもあるし、今でも拝見しますし、あとね、違反コメントの削除とか、で、こっちに書きなさいっていう案内とかのね、仕事をされてるんですよね。レディットで。で、また服ですね。サイさん。私はなぜ彼らが服を着たまま入力するのか疑問だったんだ。そしてついにカバンがそれを取り沙汰した。これで気が晴れたよ。が、それはさらなる疑問を提起するばかりだ。彼らがこれまでずっと服を着ていることに気づいていないとは思わなかった。っていうね。まあ、服っていう概念なければね、それが取れるとかね。だからやっぱり多分未来さんたち人間がいた頃はそんなことはね、常識だったでしょうから、どっかで記憶、基本情報、歴史の断絶は起こってんだなとかね。これもヒントの一つになりますね。あとこんな大海原を後悔しているのさ、というね。あの可愛らしい、コリウッコさんでしたっけ？書かれたの。ね。まあ海知らなきゃこうなりますよね。うん。可愛らしい。しかも、道理にかなっとる。で、サイさんは、私はレッドフォックスが気に入っている。で、その画像に対する返信で、それは正直このエピソードで一番可愛いものだった。というね、のがあります。で、多分例の、デレイテッドさんですね。毎回ほぼ最後にいらっしゃいますが、17年4月6日投稿ですね。そんな遅くないですね。OK、いやー、これは確かに一つのエピソードだった。まず、いの一番に言わせてくれ。もし私がこのエピソードの半分、バッグちゃんの立場で言ったら、彼女がやっていた冒険を全部脇へ避けていたか、単にそのまま死んでいたかもしれない。それと、獣フレンズの音響はお見事だ。いつもあそこまでの雰囲気を醸し出してくれるとは。あと、それが何だって ?For Gods! じゃあ、ラッキービーストが投影するものは、おおむね録画に基づいているんだね。バグと何かしら関係があるに違いない。セルリアンがサンドスターを盗む？フレンズは食べられると元の姿に戻る。もしくは死んでしまう可能性がある。というね、9話時点で。まあこのデレイテツさんがね、11話とか見てなければですが、死んでしまう可能性がある。こういう発見は興味深いね。それらのどっからあげつらえばいいのかすら決めかねるよ。フクロウたちは本当に知識や新しいことの追求に熱心だ。その最上位の渇望を満たすためとあらば、神聖な場所への侵入もそそのかす。新井さんとフェニックに、こいつら突入させたらいいんじゃんみたいな。そして、海にはボートがある。どうやら本当にバクちゃんが島を去るフィナーレになるみたいだね。そして、あの家の中にいるのは誰なんだろう。人間だったりするかな。まあそれはね、10話ね、ご覧いただいて、で、さらにね、いつもは最終コメントのデレイテツさんの、さらに後、4月30日に、バイオマターさん。私が遅れたのは分かっている。しかし、ホーレシット。エピソード冒頭の信じられないようなクリフハンガーについて、どうして一人も言及せずにいられるんだ。実に面白い。怖い。エピソードの途中で、ついに同じセリフが繰り返された時、私は実質、彼らがサイレントスティンクを鳴らすのが聞こえたよ。というね。これよくわかんなかったんですけどね。多分向こうのコメディのオチとかでよくなるやつ、日本のお笑いのちゃんちゃんとかに近い。ね、リンク貼られてるんですよね。わざわざ。リムショートですって。サイレントスティンク。向こうでの温厚なんでしょう。というね、珍しくデリーテさんのさらに後にコメントがありまして、これで9話はね、終わりですね。いや、すごい長かった。ですし、10話もね、内容も濃いし、面白い興味深い10話のお話自体が。でね、考察の手がかりもたくさん出てきますし、最後、あれですからね、そらもう、ざわめきますよね。なんで、9話はね、こんな感じで結構ワイワイしたり、考察も深まっていきましたが、やっぱりね、世界観全体とか、ポストアポーカリプティックな背景事情の考察とかありましたが、10話はね、とうとう未来さんの姿でその脇から現れる。あのフレンズ、誰だお前っていうね。のと、サーバルのあの涙ありますし、まあ結構10話からね、今覗いてると結構真剣にかつ悲劇的な予想ないし、考察ないし、暗い過去の想像とかね、あるみたいですね。っていうとこですかね、今回はね。そんな感じで、獣フレンズ第9話を海外の反応と一緒に振り返っていきました。の第2回でございました。お付き合いいただいた皆さん、ありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。